上についていいかと、ここですよ、以上について検証会本部職員教学部副部長浅野康弘君反論してみなさいよって、本当に余計なそのくだらないことで話をそらしてんじゃなくて、堂々と正々堂々と本論として教義論として反論してみろって、まあできっこない、お前の時にできっこないって分かっとるが、だったらね潔く脱会して本当にね反省しろって言うんだよ。できもしないくせにいつまでもねぐっちぐっちぐじぐじね、本当にみっともない、情けない、醜い。返答期限は令和3年3月17日正午とするって、はい、見事に過ぎましたっつうか、また例のごとくあのお約束通り確認してみましょう。もしかしたら何か言ってきてるかもしれませんから、どうでしょうか。まあこのことについて言ってるわけはないけどね、どうせあの何か来たとしてもくだらんあのぐじぐじたる、例のぐじぐじたる内容を言ってくるだけですけど、入ってないですね何も。まあということでですね、今日もあのバーッとこの突っ走ってお話申し上げましたけども、あの皆さんじゃあマイクを解除していただいて、であのまあ質問でも感想でもご意見でもあの おっしゃってください。あの早く言った人勝ちです。どうですか。